池田公園は愛知県名古屋市中区坂四4丁目にある外区公園である。名古屋市の代表的観楽街の一つ、女子大小路に位置している。坂駅と矢場町駅からはほぼ遠距離である。公園周辺にはラブホテルや風俗店、外国人パブ、ゲイバーなどが多い。公園内には遊具とオブジェが置かれ、中央部に噴水。 北東に男女兼用の公衆便所、南西に愛知県警察中警察署池田交番がある。1969年から毎年7月に池田公園夏祭りが開催され、2001年からは毎年11月にクリスマスイルミネーションの点灯が行われている。池田公園周辺にはゲイバーが多く、中部日本一のゲイカルチャーの発信地でもある。 2001年に名古屋ゲイレボリューションとして池田公園でイベントが開催され翌2002年からは毎年6月にレズビアンも加えたフェスティバル名古屋レズビアンゲイレボリューションが行われた2011年からは名古屋レズビアンゲイレボリューションプラスとタイトルを改め LGBT コミュニティセクシャルマイノリティ全般を対象とするようになったお祭りとは別に 国立病院機構名古屋医療センターや高山、厚尾病院の院長で血液内科の内科医,医師を中心として HIV の検査と相談の催しが行われている。ありがとうございます。